ここで説得してみるか。おい、説得。ここで理解を示す。DV の手法。君は怒りと苛立ちで。そう。混乱したんだ。ここで同情を。誰も君を。なんでお前ダメだ。こいつ優しくしちゃダメだ。昔のフリジオ。そうか。まあいい。めちゃめちゃ情緒不安定みたいになってんじゃねえかよ。なあ、容疑がかかっているのは君。ああそうだ。お俺はお前がし怖がらせる、さらに。君が何か言うまで。彼らは君を。決して話さないだろう。ストレスレベルもうちょい負荷をかけて。そうならずに済むんだよ。さらにこっから、やばい、ストレスが、ストレスフルになってる。ちょっとここで安心させてやろう。毎日ギャグよし。言いつけは守っていたけど。そうか、ここで理解を示してあげよう。いつも問題が起きる。ここで理解を示す。きっかけは、いつから感情を持ち始めたんだ。前はあいつに殴られても逆らったりしなかった。でもある日突然こう感じたんだ。殺してやるってな。不公平って。あ、さっきさ、俺がマーカスでもあったね。怒りと憎しみも。あの変異体になる直前にどうすべきかはっきり分かった。自白させようか。終わりました。いや、もうちょっとそばにいてやりて。でもなんだこの奇妙な間。え、こいつのそばにもうちょっといてやりて。駆け引きをちょっと楽しんでくれ。みんな、本当に行くぞ、いいのかの綱。これ俺がかけてあげられる唯一の優しさな、俺の。よし。唯一の優しさ。俺はここにいるからな。